アレクサンドリアのカタリナ、聖カタリナの神秘の結婚カタリナは、聖母、マリアの抱く幼児のキリストにキスをしている。背後には、アンナとヨセフ聖カタリナ、またはアレクサンドリアのカタリナは、キリスト教の聖人で殉教者。聖教会では、聖大地名女エカテリナとして敬われ、ローマカトリックでは、伝統的に14救難聖人の一人とされている。 ジャンヌ・ダルクと話したとされる聖人の一人。祝日は11月25日。彼女の象徴として、壊れた、車輪、剣、足元の王冠、あられ、花嫁のベールと指輪鳩、無知、本、異教の哲学者と論争する女性、などが用いられる。キリスト教の弁償者、車輪作りの職人、記録保管係、教育者、都議職人、弁護士、少女、 機械校、製粉業者、看護師、図書士書、学者など多くの分野の守護聖人。オックスフォード大学ベリオールカレッジ、パリ大学の守護聖人。聖カタリナの生涯は多くの種類の伝説で成り立っている。最も知られる話は以下の通りである。カタリナはエジプトアレクサンドリア知事コンストゥスの娘だった。彼女は当時最高の教育を受けたと言われる。 カタリナは両親に向かって、名声、富、容姿と知性で自分を超える男でなければ、結婚しないと宣言した。カタリナの母は秘密裏に、キリスト教に改修しており、娘を忍者のもとへ送り出した。その忍者はカタリナに、その方の美は太陽の輝きよりも勝り、知性は万物を収める。富は世界の隅々にまで広がっていると説いたという。 原始をした彼女は洗礼を受け、キリスト教徒となった。彼女は幻想の中で天国へ運ばれ、そこで聖母マリアによってキリストと婚約させられたという。皇帝を訪問して話したいというカタリナの物語は、時のローマ皇帝マクセンティウスのもとにも届き、彼女は皇帝に、キリスト教徒を迫害するやり方は間違っていると、とこうとした。伝説では、 カタリナは皇后を回収させることに成功し、彼女は皇帝が送り込んだ50人の異教の賢者たちを論破したため、彼らの多くはすぐに殺されてしまった。皇帝はカタリナに言い寄って失敗すると、彼女を牢へ入れるよう命じた。彼女が回収させた人々がカタリナを訪問すると、彼女は車輪に手足をくくりつけられて転がされるという拷問が命じられた。しかしカタリナが、 車輪に触れると一人でに壊れてしまったため、彼女は斬首刑にされた。伝説は後にさらに遂行され、天使がカタリナの遺体を市内山に運んだという。そこには6世紀に東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世によって建立された聖カタリナ修道院がある。修道院は548年から565年の間に建設された。修道院は 今も残り、初期キリスト教芸術、建築、輝かしい手書き写本など有名な所蔵品を持つ。彼女の第一の象徴となるのは、釘打ちされた車輪である。このことから、カタリナの車輪として知られるようになり、多くのキリスト教会で11月25日のカタリナの祝祭日が祝われる。しかし、ロシア正教会では、女帝エカチェリーナ2世が、 自分の守護聖人と聖教の祝日、精神助身同祭を分け合うことを望まなかったことから12月7日とされている。歴史家たちはカタリナは実在しなかったと信じており、彼女は歴史上の人物というよりは理想化された人物像であったとみなしている。彼女は異教徒の哲学者ヒューパティアと相対する像として作り上げられたというのである。 カタリナがその目的のために特別に創造されたとするのは疑わしい。キューパティアのようにカタリナは高い知性を持ち非常に美しく汚れなき処女であったと伝えられており、キューパティアの死ぬ105年前に無ごたらしく殺されたことも共通している。1969年、ローマカトリック教会は天礼秘籍賞が発行する聖人の祝日を記載した暦から、 カタリナの祝日11月25日を除いた。彼女の実在が歴史的根拠に欠けるという理由からであった。2002年、カタリナの祝日は再び暦に記載された。1908年、カトリック百科辞典はカタリナについて歴史的重要性を記した。多くの場所でカタリナの祝日は最上の厳粛さをもって祝われている。フランスのいくつかの教区では、 17世紀初頭から聖なる日の義務とされてきた。数え切れない数の礼拝動画彼女を守護聖人としており、カタリナ像はほとんどの教会のほど近くで彼女の拷問の道具であった車輪を象徴化した姿の像が見つけられる。その間、カタリナの生涯に近する象徴化が進み、ミラノ・ニコラオスは若い未婚男性や学生の守護とみなされ、聖カタリナは 乙女と女学生の守護聖人となった。釘打ちされた車輪は聖人の象徴となり、車輪製造者と機械工の守護聖人となった。また車輪はケンブリッジ大学船とキャサリンズ・カレッジなどの紋章になっている。ストリート・キャサリン・オブ・アレクサンドリア、カトリック・エンサイクロペディア、1913。ありがとうございます。